皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、一寸法師に参ります。なんか微妙に変わった。いや、めっちゃ久しぶり。最初に来た時しか撮ってなかったから、ちょっと古めだったみたいなので行きましょうか。じゃあ我々の最新の力を見せつけるということ。最新の力を見せつけましょう。行きましょう。濃厚するということで。そういうことです。ポス、はい、誰にしようか。立ってました。来た。そしたらこいつを連れて行こう。参加します。デレンデレンバラー。リオまた。あ、なにこいつら、やべえ、ガチすぎる。グローバルなお事務所。本当だ。グローバルな。ちょっと見ない間にグローバルになりました。何がグローバルだ。日本で頑張れ、とりあえず。もうナポレオンみたいな感じですよね、グローバルな落ち武者ってね。ナポレオンは落ちたんだっけ。落ちてないかな、わかんない。ちょっと違う、でも、いけるかもしんない。はい、いいなぁ。マルチプレイ1000回以上で出た。あれ、うん、いいなぁ。1000回以上だ。お回。すごい。ゾンビがいるんです ね、 そうですね。左上にゾンビちょっと無視して一寸いっちゃいますか。ボス倒し一寸漏れないいっちゃいますか。一寸漏れない。うえるるる。何あれ。るるる。もう終わったじゃん、あいつ。マジ早っ。いいところに全員いたし。そうね、そうね、やばいね。一寸漏れないと一寸漏れない。一寸ゴレライじゃないっす。ただ私、一寸ゴレライのネタ見たことないんだよね。僕もない。全然見たことない。普通に進んでっていいんですかね。多分まあいいんじゃないですか。わかりました。素晴らしい。ワンダホー。ん、ワンダホーって言っただけで。ワンダホー、ワンダホーか。ワーノーって聞こえる。ワーノーって何やと思って、ワンダホー。なるほどなるほど、すいません。あ、またこれ。あ、これまたやばい。あ、これまたあれ、ゲーボルクだ、ゲーボルク。ゲーボルク。あ、いや、かなりゲーボルクですよ。かなりゲーボルク。噛んだ下からゲーボルク。ちょっと、一寸法師さん、これは現段階ではちょっとかわいそうな状況じゃないですか。ですね。なんか最初出た時一寸法師強えなって思った記憶がすごいあったんで。あるあるある、ね、なんでだろう。あ、やべ、ワープが辛かったとかなのかな。 あと火の強キャラを全然最初いなかったのかな。なかった。エイルソレイユとモモタロウとかしかいなかった。そうか、私の脳みたいな。うん、あそれ結構ノンの初めてぐらいのね、この3人の中での非強キャラでしたよね。確かに。そうかそうか。なんかノンの一時期ノンの頼みの時期ありましたよね。ノンの頼みだった。そうすると今はやたら充実したんですね。うん。あとあれだね、その固定放題の人たちがこうかなり今活躍の場が少ないですね。我々の、みたいな、あ、前ほどはってことですかね。だって初期の方、こうなんかXレーザー。クロスレーザー。クロスレーザー。あれ、あ、クロスだっけ。まあいいや。クロスレーザー。クロスレーザーがなんか良かった時期あったのに、今あんまし。そうだよ。弱いだけだもんね、クロスレーザー。そんな。あのね、そう、クロスレーザーとアンチ重力バリアついてれば強いみたいな。強いみたいな感じで言われてた。あ、やべ、もうボス来ちゃった。さあ、来たぞー。一寸。一寸、これだ。一寸を倒したいもん。よっ。あ、うわー、おー、なにこれ。一寸すごいな。マルさん、別にギジゲボルクじゃなくて、もう普通に全体的に倒せばいいんだよね、もうこんな状況。すげー。なか、でもあいつ強気ですよ。なかなかやるね、キルアみたいな。なかなかやるね、コナン系の生意気少年。そうですね。ジェジェ、よし、オッケー。ちょっと今ジェジェって出ちゃってましたけど。ジェジェ、いや、うまく顔してやがるなと思って。さあ、ここでこれ、ここにしよう、倒そう。はい、素晴らしい。オッケー、素晴らしい。うん、
うん、うん、一連のポーズに描かれてるあのイラストは何だろうね。私もさっきからずっと素敵な、なんかあの将棋の台みたいな、なんでしょう ね、 なんか意味あるんでしょうね、多分きっときっとな、わからないけど、ウィーウィーウィー、この人もドンキ使いですね。うん、そうだね。確かに。ドンドンドン。やったんですね。あれ、おくーシールドを剥がした。あれなんか割と食らってる。アグナさんって魔族？アグナは神じゃない？おい。おお。ケイ。あら。これなんかびっくり、なんかいけそうですね。もうなんか1、2周溜めてきてストライクショットかましてたら普通にやべ、全然危ね、セーフセーフセーフ、危ね、普通に全然ミスった。マメトさんスタートですよ、これスピクリありますよ。ありますか、ゲイボルグで。あ、ゲイボルグやべ、ゲイボルグしかもイザナミも乗る、やばいじゃんこれ、やばい、終わる可能性がある、終わる可能性ある、終わんなかった、終わんなかった、もう一撃欲しかったね、うん、ゲイボルク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 で、これででもマミルトンさんそこにいたらさ、次のマミルトンさんのターンで終わりじゃないこれ。そうっすね、でなんか弱点とかも、弱点の方がいいかな、どうしようか、どうでしょうね、あんま入んなかった、カンカンカン、まあそれでも42万ですよ、うん、で私は高橋くんバラさん、バラさん倒します、バラさんバラさん倒します、すごいあなたがリーダーみたいになってますけど駒遣い3人引きずれてる、普通に倒していいですか、いいっすよ、ハープ引いてますね、このバラさん、よし、おおうまい、全員死ぬなよ、あ、危な、危ね、危な、ハート取ります、そうそう、私 SS ありますよ、やばい、余裕でスピクリがどうとか言ったら死にそうである、ハートハートハート、よし、ナイス、こいつ、え、僕たち全員火なのに攻撃強くないですか、なんか、うん、割りますはぁ、来た来た、終わりました、おいおいおい、びっくりだ、残念だったな、そしてノーコン、おい、なんというか強くなったんですね我々、うん、僕たちが持ってるやつが強くなったんですね、うん、それにしてもこ割と攻撃食らってましたよ、うん、え、ダーボ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  DABO、兵庫県の方ではなんかアホみたいな言うんです、あ、本当だな、あんま使わないことにしよう、へー、密か、今日こそこの1年の恨み晴らすダブルダブル、あ、カストロか、僕先にあいつが出てしまいました、あの無限四刀流のやつが、あ結構初期じゃない、そんなこと言ってないなとかもう一個取れるよね意外と簡単だねこれはい、じゃあ一寸、一応見ますか、一寸帽子を、うんうん、はい、どこだこれ、モンスト攻略出た、まあ、見ながら私あのちょっと亀くえ回してますねはい、一寸ですね、新幹前こちら、そうかな、魔封じ持ってるんですね、はい、ワンインカーネックスやとね、めちゃ食らう、そうですね、魔封じなので、うん、魔人と魔族かな、魔封じは1インチヒコナで進化させるとこれさっきの何て読むか忘れちゃったけど、なんだかヒコナでしたっけ、湘南かな、コナ、一寸帽子です、魔封じ、この人スピード型なんだ、へえ、ステータスはそこそこいいですね、本当や、で小槌の先行ストライクショットはドングリメテオですね、友情コンボが拡散弾でちょっと弱いかというところ、うん、うん、でもこれの運極使ってる人も結構いました、あ、本当ですか、うん、魔封じとか持ってるからね、うん、使うときありますよね、うんうん、
というわけで一寸法師でございました。ちなみにあのアプリに再度戻ってもらうとあの逆引きできるようになってますよね。え、嘘、何何何、え、知らないの、何逆引き、アプリに戻ってください、ゲームに戻って、あっちか、なるほどね、うん、これであのボスとかってことですよね。そう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 、はい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 、そうですね、かなり変わりました。こうやって選択したときに、あれ、あの i ボタン戻っていただいて、ここですね、はいはい、こんな感じですね、素材とかが出てき、素材じゃなくてそうですね、いろいろ出て、うん、出てきます、何に必要っていうやつですね、うん、これ便利ですよね、これ便利ですね、だ全部出るってことですよね、うん、いるかにこれみたいなね。なるほどね、超便利ですよ、ね、これは便利だわ、すごい、これすごいアップデートでした、確かに、うん、紙アップデート、うん、そしてダギー、うん、ダギーだっけ、ダギーダギーダギー、はい、ダギー悪くないだろう。はい、というわけで一寸法師でございました。割とねなんか攻撃力高いと思うので、うん、ね、大変かと思いますけども、あのギジゲイボルグで乗り切りましょう、はい、ありがとうございました、さよなら。あ、どうもそりゃいいえ、いいえほなほなほな、別のことを飲み込んでるホクホクしたダメだよこのダメだよこのまだ聞きたくない私はその、はい、なんだかやたらとつまんない、同じ毎日同じ顔、立派になんかなりたくないけど、でも勇気は皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください、さよなら。なんか段差を乗り上げてしまいました。